野球だけど、大谷がチームの編成は財政に口出してできる情報を持った契約しましたね。野球界はざわついて。あ、そうなんだ。もうそれが発表されてるんだ。昔トッティーがそう言われてたやん。なんかこう、間取り行かない代わりにこの補強してってローマに言ったみたいな。あと、あれってさ、プール金みたいにしとくのかね。大谷のその現役終わった後にめっちゃお金もらえるのって、普通ならさ、そのお金をさ、大谷に今んとこ払ってないけど、いずれ払わなきゃいけないから持っとかなきゃいけない。どういうふうにそのお金ってやるのかなみたいな。であの、保証とかってどうしてんのかなとかね。すごい。 あ大谷の話は興味を持っちゃいますよね、自然と。トットボーリー氏は、ドジャースの経営では他チームの専員、有能なコーチどんどん引き抜き、若い選手の育成がうまくいっていたので、その原因でポッター引き抜けばうまくいくと思ってそうです、ね。で、その野球のやり方真似してさ、同じやり方だとどうダメだったっていうのは、リバプールが一回やってますよね。データの使い方が間違ってたみたいな感じでね。もしかしたらそれ踏襲しちゃってるのかもね。ポッターがエンスに170億高すぎてボーリーに行ったらしいですが、無視して取ったらしいです。 ね、考え方として、メジャーリーグ的な、な、長い、長い年数契約して減価償却してみたいなことなんでしょ演奏自体はあれですけどね、今170億の価値があるかっつったらあれですけど、ああいうふうに魂やる選手は伸びますからね。だら荒削りなクロースだから。僕は、なんかこう、長い年数怪我しないで活躍してくれるんだったら、それが高くないって評価になれると思いますね。 若手育成プロジェクト、この,このやり方で今、一気にバーンって投資したじゃん。これが回収できるっていうのがさ、ビジネス成功したオーナーがやってることだから、サッカー沼に僕らはどっぷり使ってるじゃないですか、だからそこの固定観念で、いや、何してんのみたいな。え、じゃあ、毎年、もう100億は使っちゃってるってことだから、うまく売れないと。売れないと買えないってことで、こっから新戦力がはまんなかったら、ボロボロってことですよね、みたいな。 で、絶対ハマるような感じの選手もいないみたいなさ、そういう風にネガティブな思考になっちゃうけど、そサッカーの畑の考え方いいと。チェルシーがこのやり方で、あ、8年で FFP の減価償却の抜け道使っていったってなったんだったらさ、それを止めようとして、急に5年のルールができたのは、俺5年の8年のルールないかからって今知ったから、ってなるとやっぱりサッカー界のビッグクラブを守るためのルールだ、ビッグクラブっていうかこの、あれ、G なんとかとかあるよね、チェルシーが入ってないやつ。 そこの人たちがやっぱ上派に権力持ってんだなって思うよね。t ィの話ね、今見てたんですけどね、2009年から9年にわたって100を超える違反があったと。9年間にわたって100だから、月1違反あるかないかぐらいならいいんじゃないっていう話がしましたね。どうやってそこをしっかりルールー線引きするのっていうのは毎回あるよね、こういうの。 ルシーの契約年数剤より合格ってのも、あれも極格かっていうとね、減価償却のシステムにしてたのは元のね、ルールで、8年契約するのは選手でっていう感じで、勝手に俺らが契約ってだいたい4、5年でしょっていうに思ってるから、8年って思ってるけど、ね、野球の基準だとそれでいいからね。そう、FMP ってそもそも規則合いまで。で、俺らもさ、そんなはっきりは分かってないじゃん。年度のどのぐらいまでのお金はこっち来てとか、 減価償却だっていうのが分かったの最近じゃん。価償却って言われて今分かんない人もいっぱいいるでしょ。20億で2年契約だったら10億ずつの形状にできるってやつよ。普通ね、移籍金は一括で払ってるんだからさ、年俸はあれだけど、移籍金はね、減価償却できんのみたいな。FFP、基礎権益守りたいクラブが新興勢力を締め出そうとしてるルールに感じる。ていうか、マジでそうだと思いますけどね。あの、チェルシー、アブラモビッチが出てきた時のチェルシーがそれで爆買いしたから、 ロッペンタードログバダーっつって。最近の遺跡金バブルいつはずいけるとでもユーロ離脱してうんぬんかんの言われてたけどね。もう僕経済の専門家じゃないと分かんないですね。全、だって僕ね、最悪全クラブ赤字になってもいいサッカー見せろって思ってますからね。<laughs> FFP とかそう、サラリーキャップ知らねえよっつって。俺らにいいサッカー見せろって思ってますから。うん、自分ちの家系だったら気にしますけどね。 冬の接金額見ててプレミアリーグがヨーロッパで圧倒的に頭に抜け出てるのは明らかになってますねあとはチャンピオンズリーグでマドリーがどこまで張り合えるかになってる気がしますレオさんなんでここまでリーグ間で差が生まれてしまったと思うお金ですよねプレミアリーグマーケティングが上手いでしょそれこそアジアであの前僕が香港にさあの仕事で行った時フィアの仕事で行った時 それこそ自国リーグ全然見ないけど、みんなプレミアリーグ見てるとか、国によってフェイスブックから見れたりするんだけど、なんかそういう広げる施策がすごいできてるし、あとドイツは外の企業,の社企業のがオーナーになりにくいような形になってるんで、セリアは税制がきついんだよね、確か。で、スペインもね、自らさ、給料のところでサラリーキャップ作ってるじゃん。てと、プレミアが一番お金を使えるんだよね、多分選手に。さっき言ったように、お金をいかに集めるかと、お金をいかにうまく使うかのゲームだから。 というところで、それは当然プレミアリーグが、こういう一強状態みたいなんでしょうね。外資入ってきやすいみたいな。でもうね、それだけで、まあそれは圧倒的に差があったら勝てないけど、それでもね、そういうふう、その金だけで負けないように、マドリー中心にね、FFP をより一層強化しようとしてるのあるし。MVP オッズ1.01倍。大谷だって、あれですもんね、完封してホームラン2本打ったみたいな。<laughs> 漫画でそのキャラ出てきたら面白くないよね。<laughs> てか、野球ってすごいよね。ダブルヘッダーあるんだもんね。ダブルヘッダーか。完封した試合と打者で出てホームラン2本か。ダブルヘッダーってって思うよね。それ笑ったな。でもあれだよね。もうアメリカやっぱさ、エンタメビジネスの国でもあるじゃん。てか、エンタメビジネスの国だから野球効率良すぎるよね。同じチームが1日2試合できるんだよ。 サッカーなんて、二日おきにやったらさ、過酷すぎる言われるじゃん。実際にお腹出てる人やれる競技だからさ、野球がすごくないって意味じゃないですよ野球っていうスポーツの運動量、継続的な運動量の少なさとエンタメ性の高さです。それでも見れる楽しいっていう。それで言うと、それは儲かるよね、野球ね。大谷んの憧れを捨てて。あれね、本田圭介も昔言ってましたよね。あの、コンちゃんがね、なんかすごい選手ばっかだみたいな。そういう気持ちでいられたら困るんです、みたいな。 大谷の憧れるのはやめましょう。相手の選手は野球をやってると一度は聞いたことあるメンバーばかりで、もう憧れてたら超えられないんだよ。僕らは超えるためにトップの頭に来たんで、今日一位だけは勝つことだけ考えましょう。最高点や分かったレート。で、あと話し方がいいよね。本当はなんか、スカッとさ、スカッと、自信はあるったりこぶしてんだけど、それがいやらしくないみたいなバランスがなんか絶妙な話し方だったよね。そう。うん、なんか本当は、そういう星に生まれてる人なんだなって思うようなね。 ダルビッシュもかん監督かなのそうだ、漫画、漫画以上に漫画って言われてましたよね、ツイッターで。<laughs> メジャー行きを希望する、ね、高校生自分と入れて二刀流させてみたいな。メジャー旅立って大物になって再会して世界取るっていうね。そのまんま、もう漫画だとできすぎになっちゃうような、みたいな。あそれで最後トラウトだからね。ね。大谷だとなんかグローブ投げ捨ててんのもいいもんね、別にあれ。<laughs> やりたくなっちゃうわ、ね、あれ。 よくは真似しないでねが欲しいやつだけどね。その、具体的などういう細かい戦略立てたかっていうのまでは、当然野球の方はわかんないですけど、思ったのはやっぱり、いい選手をしっかりたくさん、あの、活躍できる場に送り込んでるっていうシンプルに。だって初日に大谷使って、最後の、ここ、もう絶対ここ大谷でしょってところで大谷出してるじゃん。みんなが見たいものをしっかり見たいタイミングで使ってるっていう。 で、それで二にかなった采配してるから。それ、それだけでいいんだよ。だってあれさ、見ながらさ、三浦さんと話したんだけど、これ、大谷最悪打たれてもこれいいっすもんねって言って、そうなんすよ、みたいな。結局、だってあそこでみんなが見たいのってダルビッシュからの大谷じゃん。で、あれまたさ、もう日本のさ、野球文化がすごいのかもしれないけどさ、あの、ダルビッシュなめの大谷最高じゃない なんか時代の移り変わりとさ、あそこでこう、ダルビッシュにさ、晴れ舞台があって、こっから次大谷出てくみたいな、あの、ダルビッシュが投げてるところで、ブルペンも行く大谷みたいなさ。それで、どうかこれで大谷がもし打たれたとしても、いや、これ以上の采配なかったよって言えるし、で、絶対抑えるし。<laughs> だって俺、野球ほとんどわかんないさ、僕、野球語れるっていうより僕、僕、落合博光が好きなだけですから、その僕が見てて、もう大谷だけ、 あの空気の上、ボール滑ってくみたいなさ、ストレートとスライダーじゃん。ギャーンみたいなさ。他の選手はこうだけどさ、俺らこうだこうとさ、こうじゃん、なんか。そうだ、絶対抑えんだろうな、みたいな。で、またさ、あの、あれ。あそこもすごいんだよね。あの、中井くんのさ、ピッチレポート、何言ったら振り聞くかっていうようなピッチレポートしてくれるじゃん。ピッチレポートって言わないか。 その今このタイミングでこれ言ったら視聴者の人が、あ、そう、泥だるけのやつ。リリーフで、そのクローザーで出てくる選手のユニフォームが汚れてるんですね、みたいな。いや、さすがだね。やっぱ中居くんすごいなってあれ思いますよね。あれだけでわーってなもんあの、大谷翔平のなんかリフティングの動画が上がってきて、リフティングめっちゃ上手かったっすね。それもできるんか、みたいな。ね、大谷翔平がサッカーやってたらね、 日本代表のワントップとかにそうっすよね、大谷翔平。大谷翔平日本代表で使うんだったら、ね、まあまあ、やってることはね、週、なんか1ヶ月に1回キーパーで出て、ね、全8節あったら1回か2回キーパーで出て、残りをストライカーで出るみたいなことですからね。そう、だからハーランドみたいになってると思うよ。足めっちゃ速いじゃん。で、パワーすごいじゃん。瞬発力あるじゃん。で、テクニック高いじゃん。んハーランドみたいになってると思うんですね。 大谷翔平の操作ってサッカー選手で例えるとどのレベルなんですか僕は真面目なベイルかなと思ってますけどね。基本的にね、人間自体がガチャの要素強いじゃん。フィジカルガチャとさ、あの、頭脳ガチャがあってさ、知性ガチャみたいなのがあってさ、両方高いと一郎とか大谷みたいなのが生まれるみたいな。サッカーでいうメッシュとかデブラーネみたいな。全然関係ないけど、大谷翔平がこの前ベイブルース以来の二桁勝利、二桁ホームラン達成した時のコメントが、 単純に2つやろうとした人がいないだけでもしかしたら普通の数字かもしれないって言ってて、このメンタルやばすぎて、あかっこいいね。すごいかっこいいっすね。今日あれだったんですよ。あの、金子達人さんっていう、こうね、僕が意外スパニアとか見出した倉敷さんとね、コンビ組んで解説されてた方と、あのゲーテのこれの、ゲーテの企画で対談してきたんですよ、これ、帰りにもらったんですけど。日本人でドリブラーってどうやって作るんでしょうねみたいな話で。日本のドリブラーって 伊藤はわかんないけど、三笘とか久保ってリズムでやるじゃないですか。ヨーロッパとか南米のドリブラーの、ウィンガーのドリブル突破する選手の作り方と、日本のドリブル突破する選手の作り方ってちょっと違うっていう。日本の場合、どうやってどういう体の向きでどっちフェイントかけたら抜けるとか、そういうリズムでドリブルもしなきゃいけないっていう。だ多分、ストライカーもリズムで作んなきゃいけないですよね。どういう足の置き方でどうやったらゴール決まるみたいな。だから、中島翔也とか海外っぽいウィングですよね。やっぱ三笘とか久保とか、 相手の逆を読める能力と、逆見てそっちにボール動かせる能力と、あとは、勤勉にフィジカルを鍛えられるメンタルの強さっていう。そのルフィみたいなウィング見て。うんで。そういう人ってなかなかいないし、そういう人って、あの、プロになりにくいのあんのかなとうそういう人ってやっぱ自分に矢印向けにくいから、フィジカル的に圧倒してないと上行けないっていう。でも、日本でフィジカル的に圧倒して上行ってる人が、世界に出れるかっていうとそこで圧倒できないから、やっぱり、 本質的にこう自分に矢印向けれるっていうか、リズメで努力できる人になるんだよ。ヨーロッパとか南米とかで活躍するドリブラーみたいな選手は、ノリでやっててもその地のフィジカルが違うから、そのまんまいけたりすんじゃん。同じ人とかもそうだろうけどね。うん、だけど、日本人の場合地のフィジカル強くて日本でトップ取ったとしても、世界行った時絶対止まるからそこで。ダルビッシュみたいな人とか大谷翔平みたいな人出てこないでしょ ってなってくると、じゃあ世界に行ったとしても通用するドリブラーになるには、やっぱりそこにリズム力とフィジカル鍛えられる能力が必要だから。だからやっぱり日本と海外でドリブラーの作り方、ウィンガーの作り方は違うんだなってその対談で思いました。何,に億円約何年契約43億円なの落合さんの YouTube で、清原来た時に、松井落合清原のクリーンナップ考えてたっていうのを聞いて、びっくりしました。1年43億やば 1>, 1年43億なんて、俺とうち一緒じゃん。<laughs> 1年で43億円もらえる大谷翔平と1年で43億円もらえたら嬉しい、レオザフットボールで一緒じゃん。税込みで20億。じゃあ、アメリカ政府も嬉しいね。税金いっぱい払ってくれて。はい 日本サッカー界の大谷将棋的な存在出てくると思いますから二刀流とかであれくすごい選手って意味ででも、久保とかは、久保、三笘、富康、田中王とかは、いや、ま、大谷が凄す,すぎるからね、メジャーであんなピッチャーやりながらあんなホームラン打てるっていうのは、それこそ、ね、ハーランドとかエンバペみたいな扱いじゃん。あのレベルの選手んね、でも、そうなるとさ、バスケとか野球とか行っちゃうところの人をこっちに来させなきゃいけないから、やっぱ競技として人気にならなきゃいけないですよね。 でもその施策を日本サッカー協会は打つ気ないから、まあ、可能性は低くなりますよね。大谷翔平に一言言うとすればなんと言いますか大谷翔平に言うことは別にないですけどすごいなしか、ベイルが野球やってるみたいな。ムロクシ伏が野球やってるみたいな。ああいうね、本当にあの、外国人と並べても大谷の方がすごいみたいな。ああいう逸材がサッカーに来るようになったらすごいなみたいな。ああいう選手がワントップにいる日本代表とか見たいですけどね。 大谷翔平がサッカー選手になったらどんなプレイヤーになるってこと思いまですかお、ルカクじゃないですか。だって身長体重一緒なんでしょそう。確か大谷も子供の頃薄めた牛乳飲んでたんじゃなかったかなうん。確かね。うん。で、あとはね、めっちゃ走って守備もしっかりしてね、周りに貢献してると思ったら大事な試合でマルシャルにスタメン奪われてた気がするな。うん。あと、あんなに恋恋言われて行ったインテルでちょっと守備サボっただけで、 監督にコンテに殺すぞって言われてたのも確か大谷君だった気がするけどね。<music>